ナスオさんはご自身の YouTube でたくさんのアニソンの歌ってみたを上げていますが、そもそもいつ頃からアニソンを聴き始めたとかございますか？私一番最初に好きになったアニメが、あの家庭教ヒットマンリボンっていうあのアニメ漫画なんですけど、アニソンっていうよりまずキャラソンにハマったんですよね。キャラソン、はい、アニメとか漫画を好きになって、そういうまあオープニングだったりとかやっぱりすごいいいなってなって聞いてて、で一応リボン好きすぎて、いろんなこのなんていうか、あのオープニング全集みたいなやつとか、CD とか買ったりとかしてて、その中にキャラソンっていうのが入ってて、キャラソンってすげーってなってすごい、はい、もうなんか声優さんが実際にその時は歌ってらして、そのキャラクターので歌詞も曲調 もうそのキャラにすごい合ってて、そのキャラのテーマソングみたいな感じになってるのを初めてその時に体験して、こんなに世界が広がるんだなと思って、キャラソン大好きになったのが多分きっかけかなと思います。わー、なんか僕もね、自分でキャラソン作らせていただくことすごい多いんで、だからこう、すごい、でもなんか心の中で何人の方がこれを聞いてくださってるのかなとか思いながら、今本当に日の光が今染められました。今めちゃめちゃ嬉しいですよね。めっちゃ好きです、はい。じゃあ結構声優さんも詳しいっていう感じなんですかね。詳しいと言われると、あの詳しい方には勝てない、勝てないですけど、それはそうだ、もうその時に初めてハマりました、あの声優さんというものの方たちにも、はい、